女性対決どうなんですか会長、実際女性って結構多いですか？女性多いですよ。多いですか？まあフィットネスがほとんどですけど、うちが戦う女性もたくさんいます、はい、実際目指しとるんですか？そうですね、プロ、プロはまだ、ね、アマチュアぐらいで、護身術みたいな感じで、はい、ちょっと、まあ、運動よりはちょっと上を狙って、でやってます。でどういうところが楽しいんですか、ボクシング女性でやるってさ、やっぱなかなかないじゃないですか、僕らは。敷居が高いますもんね。そうそうですね、なかなかいけんじゃないですか。とことん自分を追い込むだったりとか、やっぱプロもいるからいい刺激になって、自分ももっと強くなりたいっていう風には思っちゃいます。あ、なります。思っちゃいます。ド M なんですよ。ド M です。ギリちゃんどう？いや、もう、もう方法を書かないと、ドエンカイドーよ、名前、名が。いい、訳させてください。書ける？書けます。いける？はい。よし、行ってみようか。まあ一応ね、思い切って胸借りるっていう意味で。よろしくお願いします。はい。お願いします。よし、じゃあ行ってね、はい、ボクシング、厳しさ、見せたりとか。まだチャンスある、まだプロじゃないでチャンスある。プロじゃないでチャンスある。アマチュア。いけるいける、チャンスある、チャンスある。可愛いだけじゃやっていけねえって。やっていけない。よし、行こう。はい。本気に行くけど。まだボクシングなんて。そうですね、教えてあげるつもりで。やっぱり大丈夫。大丈夫。偉いわな、任務結構長いね。やったろ。行こう。
どうでしたか？弱いんで怖い。弱かったけど、もう可愛かったです。弱かったけど、それ結構きついね。どこあるねでも可愛かった、可愛かったのはあったから。これでも練習したらまた上手になる。多分強かった。私も全然最初できなかったんですけど、隊長に教えてもらったのか。 どれぐらいやられてるんですか？1年半ぐらいですね。1年半でここまで来るんですか？全然余裕でしたもんね。実際ね、でもやってどうなの？楽しい？え、でも楽しいけど、この試合になったらもうなんか何がなのか分かんないです、マジで。そうかそうか、もう頭に慣れたら楽しいかもしれないです。もう真っ白真っ白って。ありがとうございます。練習して今度やっつけたろうか。そうですね、もう今度こそやっつけます。次はやっつけます。まだよろしくお願いします。まだ1年待ってます。全然息が上がってないですよね。そうですね。体力つくっすか？あ、つきます。体力もつくし、痩せれるしで。どうですか、うちのリリーは？いや、でも素質あるというか。素質ありますか？結構根性があるから。根性ありますよね。ちょっと気持ちで負けそうだったんですけど。あ、本当ですか？そこはちょっと意地を見せないとと思って、ありがとうございます。また遊んでください。はい、こちらもお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいですね、なんかもう本当にやばい。マジで頭真っ白です、本当に。なんか楽しいです、結構。だからエクササイズとしてやるのはいいかもしれないですね。てか近くないですか？どの方ですか？わからないですけど。いや、最後ね、なかなかない。本当に楽しんでやりますね。ちょっと半分でふざけてやったのもあるけど。殴るところもないし、みたいな。で、殴ったら来るし、みたいな。弱いですよ、本当に。殴ったら来るっていうイメージがやってると。そうですね。手が出るとガードがないもんね。そうです、はい。まあ、うちのリーサルウェポン。最終編来た。最新。どうですか？まあ、なんか水抜きしてきたって聞いたんで、歴史みたいに水を混ぜてきたちょっとそこが強みかなと思って。あ、強みか。優しいよ、優しい。まあ初日、あのリュウジとやってくれた宮君、まあ優しすぎたんすよ。あ、もう今日このボコボコにやってもらっていいの？ちょっと僕らも本当精一杯、胸からやるつもりでいきますんで。だんだん静かになってきたからね。じゃあ行ってみよう。行きましょう。行くよ。お願いします。最後ガツンと決めて、ちゃんとプロとして、まあ、ボクシングの厳しさを。そうですね、ジムの名前もあるんで。そうだな、はい、教えてくれ。はい、任せました。サーブぞ。はい、はい、ぶっ殺します。みっちょ、もう明日のこと考えなくていいんだよね。大丈夫、明日休み。待ってください、ここに来る。あ、やった、いけよ。おお、いい、お、いける、いける、おお、いける、おお、あ、体重があるね、いけるじゃん。おー、しし、いけ、いけ、いける、いける、おー、いける、いける、すごい、すごい、やばい、やばい、おわー、おー、ピッチ、いける、おー、ね、本気だ。いける、いける、ミッチ、すごい、すごい、緊張感あるな、緊張感。かっこいいよ、ミッチ。いけいける、当たってるよ、めちゃくちゃ当たってる、当たってる、倒せる、倒せる。おい、いった、いった、倒せる、倒せる、倒せる、いける、いける、すごい、ミッチ手数が多いわ。倒せ、倒せ、ミッチの方が手数多いよ。いける、いける、倒せる、倒せる、おお、すげえ、すげえ、すげえ、倒せる、いける、いける、カウンター行こう、カウンター。最終日、いける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 ぞ、最終日、いける、もう一個以上追い込んじゃう、追い込んじゃう。倒せる、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 いける、いける、おお、頑張れ、頑張れ、ミッチ。あれ、ちょっと息が、息がミッチ、ちょっと呼吸がちょっとちょんどきしてる。あ、おお、倒せる、倒せる、あ、いける、いける、あと40秒、あと40秒。もう倒したら、ワンラウンドで終わろう、ワンラウンドで。ミッチ、足が止まってる、足が。あと25秒。足が飲みに行った時のミッチだったよ、飲みに。飲んだ時のミッチになっちゃった。ミッチ、頑張れ。あと9秒、あと、もう振り絞ろう、振り絞ろう、振り絞ろう。俺にも使わないと分かんない。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。あ、もういい、はい、全然ですね。ちょっとヘッドギアいらないと思うんですけど。ミッチ、いける。どっちなんですか？やばい、ミッチ、おい、いける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 、ミッチ、どうなります？ぶっ壊します。ミッチ、ミッチ、いける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 、勝ち行こう、勝ち行こう。深呼吸、深呼吸、深呼吸。もう、全然大丈夫なんで。
コケにはいっぱい入ってますので大丈夫です高いやつ面白いよ。吐いて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 大事にしよしよし行くよ。しゃあ、はい、しゃあ勝てるぞ。あ、大丈夫だぞ。もう頭一発でいける。顔面一発いいパンチにしたね。おーし、おうわ、痛い、口痛い痛い痛い、いけ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 、顔面一発入ったらまだいける、めっちゃいけるよ、あ、いけるいける、一発入ったら頑張るぞ。あ、頑張れ、めっちゃすごいすごいすごい、めっちゃいけるよ、あ、いけるいける、顔面一発入れろ、やばい、ミッチ押そう押そう、押して押して、ミッチ軽く振ればいい、軽く軽く振ればいい、軽く軽く手が振るのか、ポッキリちゃう、勝てる勝てる勝てる、打ちしよう打ちしよう、もういいし、いいし、めっちゃいいし、いけるいける、倒せる倒せる、すごいすごい、ミッチ倒せる、ミッチ気合い気合い、あ、いけ今のは、お、すげえすげえ、あと1分後よ、倒せるぞ、体重差有利、体重差有利、勝てる勝てる、いや、集中だけ、集中だけ、倒せる倒せる、ミッチ打ってこ打ってこ、画面一発入れたらお前のパンチだったらいけるぞ、ミッチ、いくらいけるぞ、はい、かけ、倒せる倒せる、見越していいかな、みんなで、ミッチ、いけるよ、頑張ろう、あと40秒、おお、いいね、ミッチ行こう、プラス30、ナイスパンチ、ナイスパンチ、もう可愛いっちゃ顔、倒せる、倒しに行け、ミッチ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 、ミッすごい、うわいいな、ミッチすごい、リング持ったよ、リング持ったよ、どう、最後までいった、どう、現場の途中やらへん、こっちはね、ああ、きつい、きつい、涙めちゃくちゃ出る、ミッチの涙やろ、お疲れ様です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 、何パーセント出したんですかあれで、いや結構しっかりもう 80% ぐらいで、うわ舐めてましたいやでも頑張ってましたよね、いやでもパンチありましたよ、はい、やっぱこれ体重差がやっぱ大きいです、体重差も大きいですね、やっぱやっぱ大きいですね、階級のスポーツなんで俺取ってましたよね、さすがいらないかなと思ってでも実際練習してはまだまだ全然レベル上がるんですか、すごいすごいあセンスありますよ、あもう見とって俺感動しましたね、ほんと、いやこれは面白い、バチバチやめるのがどこありとか分からんすよ、分からんすよ、どんな感じ、はい、パーン、ピュー、あれっすいかな感じ、趣味があるもんです、本当にありがとうございます、いやありがとうございます、すごいな、これ力がね、あれ余ってると思うんでね、はい、あのボクシングでやってもらいたい、そうですよね、ほんと職人やってることか、まあこれジム何時までやってるんですか、10時までやってます、10時まで、住所が名古屋市西区押し切り、はい、事務所の名前が名古屋大橋ボクシング、大橋ボクシング4回ですよ、いや、もしかして間違えた、もしかして間違えたと思ってエクササイズもやれる、やってます、で、はい、女性も結構子供もついてくるんですか、子供もいますね、まあ、このまま小学生は6時前なんですけど、はい、やってます、ちっちゃい子はどういうの子までやるの、2年生からやってますね、で、お父さんとかお母さんが連れてきて一緒にやるってこともできるんですね、できます、はい、で実際にこういう本当にもうプロ目指すような子たちもおって、はい、結構でも入りやすいですよね、こうやってみんな女性もおるし、僕ら職人雇ってちょっとだけ護身術で、まあ、喧嘩とかになって、ね、自信つけたいからっていうのも全然来れるんですよね、全然あの来やすい雰囲気があると思います、まあ、いろんなニーズに応えられると思います、ね、やっぱりダイエットしたいとかストレス発散、はい、でプロボクサー、アマチュアボクサー、はい、親父ボクサー、はい、なでしこボクサー、なでしこボクサー、そういうことですね、はい、女性の女性のボクサー、やっぱ睡眠と、はい、でバランスの取れた食事ってできると思うんですけど、はい、なかなか運動ってできないんですよ、はい、運動で大事なことはやっぱ継続できる運動、はい、そこには楽しみがないと、はい、ダメなんです、喋るのめちゃくちゃ動くどうですか、実際にやっぱりやって自分でなんか変わったのがあるんですか、ボクシングの初めて、はい、
あでもなんか社交的になった気がします。あ、性格も。そうですね、いろんな人知らない。性格強くなっただけじゃなくて。そうですね、体もだし心も強くなるのかなって。やっぱやってよかったなって。まあ、最初僕らもふざけて結構あいつらやったるぜって言っとったんですけど、動画的にはね。でも実際には本当結構綿密な打ち合わせしてね、すごい真摯でね。おいくつですか？24歳。24歳で、これ、もう会長ちょっと顔怖いで、あかんけど。ボミーで40だから。40だから、ボミーとアップしたんですね。やっぱスポーツやってる人って、やっぱいい男多いですよね、実際。チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。また見てね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃうまかった。でっかいした。あ、もうですか。まあじゃあちょっとお酒飲むのだけ控えてください。あ、今日は。今日は。あ、もう血管とかも切れてるんで。あ、そうなりました。うまかった。強かった。めっちゃ綺麗に。もらったんすか？何回かすごい迫力があったんすね。マジでもらったんすね。最後のボディはちょっとエグいな。エグい。あれはエグいな。最初なんか軽くやってもらってたので、あーこれ案外いけるやんと思ってた。最後の一発で分かったって、バシバーン。ちなみに僕の本当中学校からの同期でね、鉄骨の飛びの会社だね、飛び会社だね、まあうちの会社からも本当すぐ近くなんですよ。会社の規模で言ったらうちよりも全然大きい。で鉄工所も自分で持っとんだよね。で実際ボクシングやったのね。そうだね、昔若い頃ボクシングやっとって。一応プロでやってましたけど、なかなか厳しい世界ですね。今度社長対決やります。鉄工所だろ、かわいそうだね。社長対決やるかわいそうだね。今度中だろ、泣かしたお楽しみにしてやります。押しながらワッシュくるんで、もう一回乗れてきて、きれいにしてた。びっくりした。もう入ってた。勢いがあった。貴重な体験できました。いや、僕らも貴重な体験できました。ありがとうございます。ありがとうございます。カジヤさんとか気持ちあるだろう。息が上がったまま、上がったまんまですね、ずっと。昔、若い頃ボクシング。頭痛いし。今耐えたの？え？よく耐えたの。リーちゃんも耐えたの、リーちゃんも。最後だから行くしかないと思った。